続いては壁にドスンバイ。相手がいない単勝では一層のパフォーマンスを狙わなくてはならない。だがそのリスクは高い。最後にかけた宮崎、砂かぶりのギャラリーも結構命がけです。ギリギリ振ってきました。一歩では迫力あるんですが、これは振りすぎた、アウト。ダニオフ失敗、ね、180なんですね。危ない、やったやったやった、あだな、おい、飛びろ。なんと今度は宇都宮が行っちゃった。マシンはもうボロボロ。はい、やりました。原因はタイヤブローです。横にね、あれだけ向けちゃったら、はい、あのリアウィングは全く意味をなしてないな。そうなんですよ。逆にね、それでもね、そこのね、ダウンホースが乱れちゃうんですよね。見た目でガーッとスピン行き過ぎた。あっと危ない。おー、いや、カメラマンギリギリセーフ。雨の恵比寿といえば最もギャラリーワクワクの一戦です。ほぼ2台1台がコースアウトというこのサバイバルゲーム、決勝進出者はまさに神の領域。ということになります。ゼッケンに松井孝之、やはりリアタイヤのアライメント狂った状態か。さあ続いてきたのが山本聖吾、うわっとクラッシュ、これは激しい。塗り替えたばっかりやのにやっちゃいました。ゼッケン36番、トトリのリスク、危ないですね、危ない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 、フレーク、おっと、福田。あれ、マフラー？マフラー、あれは。これ、どうしたらいいですか？これ。車大丈夫か？車走れっかよ。車走れる？車大丈夫？
それはね、明日までに修理。おいや、残ったらな。おいいよ、だ、うん、それとりあえず、それつかねえんだろ、もう。あ、俺の車につければいいんだ。お前らにはつかねえだろ、お前、それつけられたらいいよ、それ使って。ほんとっすか。おそれはでもつかないよつくわけねえじゃねえか、バカだな、ほんとに。あんなやつばっか。マムラがマフラーを持ってるね。ま、なんて言わせたいんだ俺に。ねえ、まさか。寒いから俺もうマフラー欲しいな。おいやばいやばいやばい、やばい、これはいった、これはいった、これはいった。切ったー、トシレビア。あー、振ってきたぞ。あー、小さく回ってった。これは完璧にラインが小さかったですね。さあ、入ってきた。これもいった。アウトライ。おー、1本目から行くなんだろ。戻りました、戻りました。あー、マフラー引きずってる。ストップストップストップ、シュートだ。マフラー落ちた。この事態を深刻に受け止めているのはサーキット支配人でもある熊久保。怖くてそのとこじゃないですよどこが、どこが川が流れてるか、どこ行ったら車が無事か、自分では分かってる。意外と分かんないですよ自分のコースだからあえて雨の日は走んないです。なるほど、さすが支配人。大丈夫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 、オッケー。さあ、スピード乗っけてきた。おー、さあ、いやー、やばい。うわ、これはこれは田中審査員席を揺るがすほどのクラッシュ。普通はリタイアだと思うんですが、何事もなかったように言っちゃったよ、あいつ。あ、もう次来ちゃいますよ、次。なんかちょっとね、危ない。どっかあった。あれはどっから来たんですか、オリガさん。乗らないっすよ。ドライバーの人こっちに逃げてください。ドライバーの人こちらの方に避難してください。最後に回収します。ああいう侵入じゃないけど、こいつだってこの後が、あら出た出たよ、おい、もう目を追いたくなるよ俺は。あれ最後さ、最後行かなかったら形あったんだよ。そのままつけられたじゃんよさらなるこの上行きたいところ。本番1本目、岩佐亮太。さあ降ってきた、さあ降ってきた。これは行き過ぎた、これは狙いすぎたか。岩佐かっこいいわ。岩佐この緑の86こそまさにキングの配信に。変わっても見せてくれるのがキング。走りは期待できるでしょ。あった、またクラッシュ。ちょっとチードイマイチですね。壊した。井上まさき、彼はだからね、もうちょっと基本から練習始めた方がいいよ。そうですね、はい
ケンワックス、はい、谷口スピード上げてきた。飛び出た谷口、失敗。現場はスタートからわずか 100m の地点でした。キングの本戦は一段と派手です。フロントからクラッシュ。やめたか。あーっと、これはどうやらそのままピットだ。昇格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 。あー、燃えてる燃えてる。昇格昇格昇格。あーっと、これはやはり六角鳥だった、トラブルだった。隣昇格。もう水ホースでさ、はいはい、もうことないと思う。どういう状況でした？はい、もう粉入ってないから、はい、どういう状況ですか？粉だともうエンジン終わるから、燃えちゃったの。どうして？いや、乗り手じゃないんです。